アントニビトは、ポーランドの指揮者。クラクフ国立高等音楽学校を修了後、指揮法をヘンリック・クジツに、作曲をクシシュトフ・ペンデレツキに学び、パリに留学して、ナディア・ブーランジェとピエール・デル・ボーに支持する。1971年のカラヤン国際、指揮者コンクールで入賞し、ヘルベルト・フォン・カラヤンの訓導を受け、ザルツブルク音楽祭においては、カラヤンの助手を務めて、 経験を積んだ。1973年に渡米タングルウッド音楽祭にて、スタニスワフスクロバチェフスキ、小沢聖二と共に活動した。1964年から1977年まで、ポモージ管弦楽団の音楽監督に、1983年から2000年まで、ポーランド国立放送公共楽団の監督に、就任。 2001年から2013年まで12年間に、わたって、ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団の総監督兼芸術監督を務め、また、ワルシャワのショパン音楽院にて教鞭をとっている。この間、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団やシュタツカペレ、ドレスデン、ローマ聖チェチリア音楽院管弦楽団、チューリヒトンハレ管弦楽団、BBC 公共楽団、 フィルハーモニア還元楽団、ロンドンフィルハーモニー還元楽団、読売日本交響楽団、新日本フィルハーモニー交響楽団にも客演するなど、各国で活動している。録音の方でも、これまでに泣きサすなどに90点の音源を残している。リトは、ポーランド内外の20世紀音楽を得意にしており、シマノフスキやプロコフィエフのほか、 ルトスワフスキやペンデレツキの解釈によって知られている。一方、チャイコフスキーやマーラー、リヒャルト・シュトラウスのような19世紀から20世紀初頭にかけての高キロマン派音楽の解釈でも知られている。ビットとも日本語表記されたことがある。ありがとうございます。